奈良、日本初の首都であり、古代日本の雰囲気が感じられる場所である。奈良の象徴の一つである鹿が都市のあちこちを歩き回っているところでもある。自然と動物、古代遺跡があるここに、今年で136年の歴史を持つ奈良キリスト教会を紹介しようと思います。近鉄奈良駅から東向き商店街をしばらく歩くと、右側に教会があります。1885年奈良在住の信徒と米国聖公会宣教師ジョン・マキム氏によって伝道が始められた。その2年後の1887年には花芝町に教会が開かれ、奈良キリスト教会が創立された。1930年現在の場所に礼拝堂と会館が建てられ、併設する親愛幼稚園が開園した。パッと見、本当にお寺か神社かそういう風な作り、見てもこう和風の教会になってます。で、ここの奈良という土地は、近くにはお寺がいっぱいあります。で、あえてこのような和風の教会、ただ一つ一つの作りを見ると、上から見ると十字の形になっていたり、あるいはこういう三郎式という作りを用いていたり、いろんなところにキリスト教としての特色があるんですけれども、一番大事にしたいのは調和を壊さないっていうことなんですね。いかに周りの人と溶け合いながら、そして私たちがイエス様の十字架を伝えていく、それが一番大事なことなのかなというふうに思っています。いろんな人の祈りでここの教会堂はずっと立っていますけれども、それは人と交わるために私たちはいるんだ、それが私たちの宣教なんだっていうことをまた考えていきたいと思っています。どうぞ奈良に来られた時にはお立ち寄りいただければと思います。教会の屋根の十字架、鳩の両翼を刻んだレンガ、三位一体を指す三つの鳩、十字架を刻んだ軒の丸い瓦、大きな大理石を彫った洗礼板には、鳩と子羊、波を刻み込まれている。ドイツ牧師社のパイプオルガンは100周年記念として1987年に設置された。1200本のパイプの豊かな音は信徒たちの心に響いている。日本最古のリードオルガン、教会創立の時から使用し、しばらく故障で使用されなかったが、大々的な修理を得て今は礼拝で使われている。屋根の上の叫びを強調した伝統屋根の形をした聖書台、日本でも珍しい和風建築の礼拝堂と園舎は、奈良県では初めて2015年重要文化財となったキリスト教建築である。キリストの体としてパンとワインをいただくコミュニオンレール、祭壇の上に置かれた十字架と花瓶と燭台は、奈良東大寺の正倉院にある鏡の伝統的な金属工芸と同じ七宝磁器で製作され、1930年礼拝堂に設置された。教会創立100周年事業の一つとして1990年に完成したシオンホール、教会のあちこちは子どもたちの遊び場になっている。幼稚園と教会をつなぐ廊下は絵本の部屋と呼ばれる。奈良キリスト教会は
聖公会の中でとても美しい教会でもあり、在日韓国人の歴史に関して重要な歴史がある。私が紹介したい方はジャン・ジュンサン青年、後に聖公会司祭部になりますが、この方が1916年に日本に渡ってきて立教中学に編入し、聖公会ミッションスクール立教大学予科に入学します。1919年、三一運動が起きた知らせを聞いて三一運動に参加し、そのことで6ヶ月間拘留され、後に放免になり帰国。1923年9月1日、関東大震災で多くの朝鮮人が虐殺され、ジャン・ジュンサン青年は信仰の縁がある奈良キリスト教会に避難してきた。当時、吉村大二郎司祭は青年が避難してきた姿を見て、私が君を守ってあげると言い、日本刀を持ってきて、もし警察が訪ねてきたら私が日本刀であなたを守ってあげるという司祭のすごい決意を見せてくださった。その司祭の助けで青年は奈良キリスト教会に隠れて命を救いました。それがきっかけでこの青年が立教大学を中退して、1923年秋に福岡にあった聖三一神学校に入学し、卒業後司祭になったという美しい記録が奈良キリスト教会から始まったということをぜひ覚えておきたいです。